皆さんこんにちは、エンクリプトのラーナーです。マネギンです。このチャンネルでは仮想通貨と英語について皆さんと一緒に学ぶチャンネルです。なお注意点として、私たちの情報を参考にしていただくのは嬉しいのですが、投資の際はあくまで自己責任でご判断するようお願いします。はい、今回の動画ではエバードムの最新情報をお届けします。おまけでテンセットについてもシェアします。エバードムの昨晩明らかになったリーダーボードについて解説します。ぜひ最後までご覧ください。それでは内容に入っていきます。まずはエバードムというプロジェクトについての説明です。エバードムは火星を舞台とした超リアルなメタバースのプロジェクトになります。プロジェクト自体について知りたい方はこれまでの動画を参考ください。現在のエバードムの価格は OKX 取引所で約 0.0045 ドル付近を推移しています。今回は昨日公開されたリーダーボードについて解説をしていきます。昨日の流れとしては、ロブさんがエバードムステーキングのリバードについてみんな良いはいいかというふうにですね、ツイートをされていました。その後に公式のエバードムから発表があり、 We just published the leaderboard which shows the rank of our most active stakers most loyal Everats will be rewarded ということで、エバードムの所有者に対して特典があるということで、ステーキングでジェネシス NFT を獲得するために必要なリーダーボードの発表がありました。今回は公式のステーキングサービスについて2つの観点で追加のリワード情報、このリーダーボードの見方について解説していきます。1点目に、ステーキングで得られる報酬の増加についてです。エバードムの CEO であるロバート・クリーンさんがリーダーボードの発表と合わせてステーキングプールに4500万ドルに相当するドームを追加しましたという発表がありました。かつて言うと10億トークンをリワードとして追加したことになります。ちなみにこの量はトークノミクスで言うと総量1000億トークンのうちの 1% に相当します。その結果、エバードムのステーキングによって得られる APY の数が前回の動画の時は 53% だったのですが、約2倍に相当する 104% まで上昇しました。したがってこの APY というのは1年間での利益率を表しているので、例えば1年間1万ドームを預けたとしたら、 APY が 50% ならば5000ドームを追加でもらえて1万5000ドームになり、 100% ならば1万ドーム追加されて2万ドームになるということになります。もちろんこれからステーキング量が増えていくと基本的にこの APY は落ちていきます。したがってこれからステーキングをする際にデフォルトでは33ウィークになっているのですが、スタートの1ウィークで APR が 104%、 最大の52ウィーク52週間であれば 209% にまで上昇します。それでは続いてリーダーボードについて解説します。このリーダーボードは今後明らかになるジェネシス NFT のホワイトリスト権利獲得に関係しています。今後土地の販売と関係があるかどうかは不明なので、また最新情報とあればシェアさせていただきます。今回明らかになったのは、リーダーボードに入るために上位1万人以内に入る必要があり、その中にも3つのレベルがあるということが分かりました。1つ目のレベル1では、ランキングの上位1位から50位内に入り、レベル2ではランキングの51位から1000位内、レベル3ではランキングの1001位から1万位以内に入る必要があります。このランクの値を決めているのは、計算式が現在のエバードームのステーキングの枚数×期間イコールステーキングスコアという計算式になっています。このマルチプライヤーというのが倍数になっていて、先ほどのステーキングの際に1週間であればそれが1倍になっていて、最大の52週間にしていると倍率が2倍となります。したがってそれぞれのレベル1、レベル2、レベル3に入っていくためには、その順位と、そしてそこに必要なステーキングスコア、ドラゴンボールでいうところのこの戦闘力をいかに上げていくかというところがポイントになってきます。現在のところこのレベル 1,2,3 以上の細かな分類というのは不明なのですが、おそらくこれがこのホワイトリストによってもらえるジェネシス NFT のレベル感にも関係してくるかと思います。それでは続いて現在のそれぞれの値について見ていきます。ちなみにこの動画は3月の11日の朝の7時頃に撮影を行っています。まずはレベルの1から見ていきます。レベルの1ではランクの1位から50位の方が表示されています。ランク1位の方は現在のエバードームのステーキング量が約 1.17 億ドームで、ステーキングスコアは 1.17 億ということで倍率は1倍になっています。したがって1週間預けていて、おそらくこの量からすると青白王子の可能性があります。そして2位の方は1500ドーム預けていて、ステーキングスコアは3000万ということで倍率が
2倍になっている。52週間預けているということで、買い保険2倍を使用しているというような状態になっています。そこから飛ばして50位を見ると、ステーキング量は約200万ドームで、ステーキングスコアは370万ということで、倍率は 1.8 倍になっています。続いてレベル2について見ていきます。レベル2は51位から1000以内の方が相当していて、51位の方はステーキング量が約185万ドームで、ステーキングスコアは369万、倍率は2倍です。そして一番下の1000位の方は預けているのが量は約26万ドーム、ステーキングスコアは約52万ということで、ドラゴンボールのフリーザ様の第一形態である約53万に等しいレベルということで、倍率は2倍になっています。続いてレベル3を見ると、こちらは1001位から1万以内の方が表示されていて、1001位の方はステーキング量が約26万で、ステーキングスコアは52万3000というところで、倍数は2倍になっています。この1000位からのこの52万前後の値の方というのは多いので、熱い戦いが繰り広げられるのではないかと思います。似ているイメージだと箱根駅伝の10位のですね、シード権を得られるかどうかみたいなですね、ちょっと争いが発生しているのかなと思います。各有ですね、私自身もですね、この似ているような順位のところにいるので、この1000位内に入れるようにですね、追加のステーキングも検討しています。そして1枚についてなのですが、残念ながらスクロールをした時に、私は3500以内で挫折をしてしまったので、エバードムの LINE のオープンチャットでこちらについて有志の方がシェアしてくださったので、こちらを使わせていただきます。スクロールを頑張ってくれたですね、2年さんには本当に感謝したいなと思っております。ちなみにこちらのチャットルームについてのリンクは概要欄にありますので、最新情報とリアルタイムで得たい方は活用してみてください。1万位の方だと今のところ約1万4000ドームで、ステーキングスコアは2万8000ということで、倍率は2倍弱に近いのかと思います。以上のようにリーダーボードについて、それぞれのレベルとランキング、ステーキングスコアについて確認を行っていきました。おそらくこれからステーキングスコアについても変動があるかと思うので、また最新情報と更新させていただきます。最後にテンセットについて簡単に見ていきます。テンセットは ETF 2.0 を掲げた投資ファンドになります。先ほどのエバードームをテンセットのジェムズローンチプラットフォームから排出されたトークンになります。テンセットについて詳しく知りたい方はこれまでの動画で紹介しているので、そちらを参考いただければと思います。今回面白いファンダがあったので、こちらについてシェアさせていただきます。ツイッターにてテンセット公式がコミュニティチャレンジということで、いいねとリツイートとコメントをすると、バイバックを加速させるという企画を行いました。簡単に言うと、ドラゴンボールの元気玉企画のようなものでした。このバイバックというのは、日本語では買い戻しという意味で、市場からテンセット社が利益を使ってテンセットを購入し、その購入したテンセットを消失、バーンさせることによって、テンセットの流通量を減らすことができて、その希少性を高めることによって、長期的には価格を上げることができるという仕組みです。今回のチャレンジで、結果として3500テンセットをバーンすることができました。このコミュニティチャレンジは、ファーストコミュニティチャレンジとなっておりましたので、ぜひですね、テンセットホルダーの方はですね、次回行われた時に、このいいねとリツイートとコメントのトリプルコンボをですね、ぜひ行って盛り上げていきましょう。そして最後に告知です。本日3月の11日、日本時間の19時に、テンセットインフィニティのゴールドスポンサーであるアクエアレジェンズが関外エクスチェンジに上場予定となっています。以前、プロモーションの動画を作成しましたので、ご関心がある方はそちらを参考ください。公式のホームページのトークノミクス等も更新があったので、関心がある方はテレグラム等も含めて確認を行ってみてください。以上が今回の動画となりました。また概要欄には取引口座開設のリンクを貼っています。手数料付など特典があるのでご活用ください。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったという方はグッドボタン、まだチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をお願いします。また取り上げてほしい内容等ありましたらコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。